どうも、チャンス G 負けん持ちソラブです。未だ3本動画撮って1回も赤目勝ててないというね、あるまじき失態なんですけど、これちょっとね、さすがに私もね、ソラブも厨房に入ってしまうので、そこらへんちょっとそろそろね、勝ちをもぎ取りたいと思います。ということで、今日も運命の回していきましょう。もうさっさと行きます。いきまーす。ワン、ツー、スリー。なんかまた、僧侶か。で、今回はね、ガチだね。ガチだね。これ待って。ちょっと待って、これさ、聖堂忍び。オルゴディミラです。はい。これ 100% オルゴディミラです。ということで、オルゴディミラで、いきます。よろしく。はい、というわけで、今回の装備紹介でーす。賢者の杖、聖堂の盾、そして、まさかの忍びの服です。なんで？どうして？俺は聞きたい。ということで、お供がデスゴーとバゲキャンドル。強すぎるな。うん、これ。これは普通に強すぎる。両脇。えぐい。最強。ちなみになんですけど、もし次がダメだったら、この回か。もしこの動画がですね、何ですか？白目？攻略できなかったら、ちょっとおしゃれ着をね、解禁します。選択式にしようかな。HP 増し増しセットか、回避爆盛りセットか、最終奥義単品か、どれかにしようかな。そういう感じで、差別化を加えていこう。どれ選ぶか難しいけどね。ランダムチームもね、いろんなチーム出てくるから、状況に合わせて選べるように。なんか、おしゃれ着もパターン3択ぐらい用意しようかな。モンハンのさ、闘技場みたいに、全身装備してないけど、そこそこ優秀みたいな、そういう感じのを、なんかできたらおもろいんじゃないかなということでやっていきましょう。よろしくお願いします。2ターン目か。それが4ターン目ですね。どっちにしようかな。まあ、どっちもどっちなんだけど、2ターン目呪文があるから、まあ、2ターン目の方が無難。さっきのゲージの状態を維持できるんだったら2ターン目がさすがに、いいかな。さっきってあれね、1回前のやつね。もう連続で取ってるからさ、お察しの通りね。俺のテンションの通り、2回連続だ、もう何回連続か取ってるからこれ。もう取れる時にね、大量に取って、ね、あとはもう適宜編集して使うという、作り置きスタイルでやってます。よろしくお願いします。まあ、お化けのルールはまあしょうがない。じゃあ行きますか。黄色大事よ。タン、もう悪くない。よし、オッケー。しっかりとね、黄色を買っていきますと。いいね、思ったよりなんか勝てるから、調子自体は悪くないかもしれない。最近ね、企画部で対戦企画とか、撮影はね、してたので、そのおかげで、ゲージの調子は、わりかし、良好といったところでしょうか。悪くないです。このターンは、凍てつく波動があるから、まあ、凍てつく波動来たらほぼほぼいけるかな。叩きつけるも主人公に飛ばずだから、製造ガードしてくれたらワンチャンあっちいんだよな。だからこの忍びの服は、わりかしありかもしれん。案外悪くないぞ。さあ、これ主人公ね、余計&ガード来たら、スーパー熱いぞ。大丈夫？どうだ？なんでそっち行くの？なんで？止まってないからいいけど。止まってないからいいけど。まあ、4ターン目だと死ぬことが、多分、ない。ほぼ格と言っていいほどない。から、ここはですね、ちょっと、弾か。一回多分染まっちゃってるからね、ちょっと怖いから、ここで弾使っていきますか。
発動。で、もうここはね、デスボがいるから、全信頼を置いて、このターンに、とどめを刺しましょう。主人公がヨラだったら勝ちです。はい、勝ちです。お疲れ様でした。はい、勝ちです。もう360銃出るの確定してるんでね。はい、勝ち。あざーす。余裕。お。あんまり見ないやつだ。ばー。威力700。耐性かな。あ、消えちゃうのそれ。だから風前の灯火なんだ。なるほどね。あ、待って、これ勝ち確じゃない？もしかして。あ、勝ち確だ。あ、大丈夫だ。自己フラッシュでもどっちでも、あー。外しても勝てるけど、できれば当ててほしいな。ありがとう。これでメルビンを選べるわ。ちょっとやっぱね、シリーズね、せっかくね、選んでますから、ちなんだね、とどめをね、いっぱい見せていきたいところですからね。今やね、DLC のとどめもね、わりかしレアですからね。今結構ね、意外とさ、今の時代になってもモンバトやってくれてる人さ、そこそこ見かけるんですけど、大体の人がね、DLC を持ってなかったり、ね、なかなか使ってない人が意外と多かったりするから、っていうのを考えると、今やこういったトンネル地域なども貴重な存在なのかもしれませぬ。エイサーメルビーン主役が飛んでいく。はい、怒涛の羊。最強。さあ、赤目です。なんかね、心なしか今までよりかはね、不安ないんですね。メンツが強いからかな。気持ち的にはちょっと楽だ。ここですよ。過去3回、ここがまだ攻略できてないんですよ。前回惜しかったけどね。ルワキふざけたせいで負けちゃったけど。ルワキふざけたせいで前回は負けちゃったけど。次がね、炎弱いはずだろうね。喉やばい。ちょっと待って。あ、弱いね。これ、ブレスもありだな。これは、灯火ありですね。そうね。これ、灯火でいきましょうか。でもこっちの方が火力出る。で、2ターン目つまでは、先ほど変わらずで、やっていきましょう。まずは、イオラ大事ね。これ多分ダメージほぼ変わらないっていうか、減るのか、まず。減らないよな。若干減るかもしんないけど。うんうんうん。変わってないね。大丈夫そうです。投げ払うはやばい。避けてくださーい。ピロン。あー、まずい。まずいです。あー。4ターン目、つばりでいけるか、これ。いけるか？3ターンでは愚か目はたまんないはずなんだよな。たまんないから、それ読みで4ターン目でいきますか。猛毒の波動させたくなかったんだけどなぁ。ナイス。あんまりよろしくない、これ。しかも、確定命中の主人公が止まってるっていうのがスーパーよろしくない。SP もむずいなぁ、そうなると。熱気です！いいね。強いな。威力700だからね。弱点つければかなりの火力ですよ。で、最悪。あ、いいね。余計。ナイス。まあ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 。この回復が一番しんどいまである。なんなら。これどうしよっかな。まあ、ここは選びますか、普通に。イテハが一番嬉しい。マジで。ここイテハ引きたいですね、さすがに。で、5ターン目がね、スーパー怖いんだよな。さあ、イテハ。オッケー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 。そこはね、ナイスナイスナイス。で、次と、つばり合いして、5ターン目に、5ターン目。
高校イテハがマジで嫌なんだよな。デスゴーゴンがいるからこいつが走んないこと考えると、忍びの服がここで悪さしそうで怖いな。大丈夫かな。じゃあ参ります。あーマジか、ちょっとやばいな。いや勝つ、絶対勝つ。あーもう最悪最悪マジで、もう終わりだって。もうこのさ、テイクワンしかない動画でさ、つばぜり負けっていうさ、一番しょうもないんでやめようぜ。もうこの時点でみんなブラウザバックすんだよ。最悪すぎるマジで。いや、心優しい皆様はきっと今も見てくれてることでしょう。ありがとうございます。そういう方々のね、おかげで私たちはね、救われておりますからね。いつも動画ご視聴いただき感謝です、本当に。ね、これからもね、モンバトというコンテンツをね、押してまいります。次回からね、お知らせを解禁します。これはダメだ、もう負けてしかねえ。ちょっとこれはね、さすがにちょっといただけないストリートですので、ね。ああ、ああ、ああ。ああ、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 もう。んだこれだ。んだこれだ。オーマイガー。マジ、つばり勝ってたらいけたやん。何をしてんの？何をしてんの？ほんと。は？なんで今？なんで今？もうタイミングが悪いの、なんの、なんで今なの？意味がねえ。今じゃねえ。もう、やっちゃった。ああ、そうですか。そうですか。まあね、つばぜり負けというね、あの、世界戦も、あり得てしまいますので、やっぱお仕上げは解禁しましょうかね。扇か、HP 増し増しセットか、あとなんだ、回避率増し増しセットぐらいは用意しようか。おっと、相手の攻撃。なんでこの時のさ、オルゴネミラ白目なんだろうね。ミスなのかな。猛毒の波動の時だけオルゴネミラ白目なんだよな。白目だよね、あれね。おかしいね。ね。